岐阜県道79号関元須線は、岐阜県関市栄町から、岐阜県元須市金原に至る県道である。岐阜県道79号関元須線、岐阜県道167号、金原城西号線との重複区間、岐阜市日那草岐阜地区北部の東西を貫く、幹線道路である。関市栄町の栄町3交差点を起点に西に、進む。関市、 栄町赤子小屋名館は国道248号の旧道である。岐阜市北東部の三輪地区を通り山形市に入る。山形市天皇交差点で北に折れ、井戸尻交差点まで北進する。天皇交差点井戸尻交差点館は国道256号の旧道であり、かつては国道256号と重複していた。井戸尻交差点で西に折れ。 山形市役所東交差点まで国道256号と重複する。その後山形市小倉を通り、再び岐阜市に入る。岐阜市ひな層で岐阜県道167号、金原城西号線と接続し、北に折れ、重複する。鹿穴峠を越えると、元寿司街山に入る。この辺りに、道幅が1.5車線に狭くなる区間がある。金坂峠を越えて、 もとすし、金原の国道157号との交差点が終点。途中、長良川、麦川、伊じら川を渡る。終点付近には、ネオ川が流れる。ありがとうございます。